こんにちは、秋葉人です。今ですね、このラッピングが終わって、その後にオートサービスの方に帰ってきたんですけど、もうこの車がですね、大体総走行距離が5万キロ近くになってきたということで、一度ですね、エンジンの点滴と言われる、レックスを今回やっていただきました。で、これからですね、エンジンをかけて、おそらく、このまたね、排気ガスのところからうわーっと白い煙が出てくるんじゃないかという感じなんですけど、だいたいね2万キロぐらいで、1回ずつ、前回も1回やってもらってるんですよね。で、やっぱりエンジンの調子が良くなるということで、まめにねこういうものもやってった方がいいかなという感じで、これからあともうだいたい点滴終わったので、ボワーっと出てくると思います。うわ出てきた出てきた、うわ、ほら真っ白、うわ来た、これがレックスですよ。ほら雲の上の、雲の上にいるみたいだよ。わあ、これでエンジンもまた快調に戻るんではないんでしょうか。このね、若さのところで常時常にやってくれるみたいなんで、やっぱり車のエンジンメンテナンス必要ですもんね。うわ真っ白でございます。これからの旅もですね、これでまたエンジンが調子よくなってくるんじゃないかと。いろんなもの多分これなんだろうね、燃やしていくのかな。なんか入れるときは吸気のところあたり、なんかエンジンのところにぶち刺して、ポタッポタッと点滴を打つようにやってましたけど、もうなんか白いのが少なくなってきました。やっぱりこうちゃんとね、結構まだまだこれから10万キロ下手したらあと15万キロぐらい乗るかな。なので、メンテナンスをしっかりしてですね、旅をしてみたいと思います。すごいねこれ、うわ。はい、ということで、今やってもらったんですけども、なんかねエンジンのピストンだとかあの辺もかなり、綺麗になると。で、やっぱり長く乗っていくとか走行距離が多くなっていけば多くなっていくほど効果が、現れるということなんで、だいたい2万キロ日常ずつですね、僕も、ここでですねオートサービスの方で、レックスをやってもらって、長くこの車使っていきたいと思います。もし、ね、やっぱり車走行4万5万と重ねてきたらですね、一度やってみても面白いかもしれません。ここオートサービスで常に受け付けております。宣伝でした。ではまた。